どういうこと？男衆がする秋の園の様子が。はい、リフテンでした。終わっちゃったよ。はい、右です。ピクミンみたいな髪の毛今完全に赤ピクミンだぞ、これだと。赤ピクミンは日に弱い。終わったわ終わったわ。弱点特攻ということで、箱さんですな。ということで、ラジオ10月第2週第2週10月じゃねえ、11月だ。11月で危ないか。今が10月のもんで。ということで、前回は秋葉の話をバンバン言ってたけども、うん、今回の話をすると、まあ編集はしてないけど実況してるものみたいな話をね、はいはいはい、したいし、今後したいなと思うものがあるので、まず大前提先に、もうね終わってはいると思うけど、10月の26日にはハロウィンセールが来るから、いろいろ買っとこうという。一体何がセールされるのか。そうそうそう、俺はね一番やりたいのはね、ハコさんに、ハコさんがやってたね、上あのテトリスタワーがやりたいのよ。テトリスタワーね。テトリスの形のやつがこういろいろあるんだよ、あるじゃない？それが一個ずつ落ちてるの。うん。一番上のボーダーラインまで、それをタワーとして立てていくっていうゲームなんだよ。あ、崩すじゃなくて、積み立てて。どんどん積み立てていくっていう。うん。ああ、面白そうと思いながら編集してて。うん。テトリス大好きだから、そうね。まあ、テトリス民になるからね。うちの家族テトリス民じゃん。そうそうそう。一番のトップクラスで上手いのうちの兄なんだけど。ぷよテト論争で、あの全員がテトリス派だとなかなか珍しいよね。ぷよぷよ知らんな、だからね。ぷよぷよ知らんな。うちの兄は授業中にテトリスやるような人だったから、それうまいわけだよ勝てねえ勝てねえ。止めろよ誰か止まるんじゃねえぞ止めてくれ止めてくれよ、頼むから。ニック確か高校一緒だよね。誰が？そう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 、え、高校一緒だよ。マジ一緒だから、そのうちの兄の世代でね、まあ授業中にテトリスやったって誰も文句言わない。いや、まあ当時はそうだな、あの頃はそうだよ。なんかそれで友達ができたっつったね。そうね、テトリス友達ができて、そこから友達が増えたっていうのを聞いてたから、あ、悪い話じゃないんだなっていう。実際なんかね、まああれはあれ、まあ、今はもう変わったけど、うん、まあまあ割とフランクなとこではあったから、うん、生徒同士もそうだし、まあ教師に対してなんかまあ舐めてるやつらもいたけど、おいおいおいって、あの、うちの代ではそこまでやばいやつはもうそこ退学になるかあれだったけど、なんかみんながさ結構全くまた路線がずれた、そのゲームの話から高校の話にか。いや俺はそうだな、学校で先生といがみ合ったことはないな、むしろ先生とすげえ仲良くなってた、ずっと勉強はできないが優しい子って言われたおめえバカって言われてんじゃん勉強の仕方が分かんないんだもん。仕方が分かんないと、興味がないと、先生の話が何言ってるか分からないから頭がついていかなかったのに、今だったら普通に歴史の授業やりたい。教科書が眠くなるのがいけない。あんただったら落書き帳だよ。そうだよ。なんか漫画で出してくんねえってもう一回思っちゃう。学習帳出してくしょ。普通にさ、漫画形式でさ、歴史とかやってくれた方が面白そうだよねって、ね、昔から思ってるのにさ、結局文字だけじゃん、教科書って。そうで、よく分かんない昔の写真出されるわけじゃん。誰だってめえ、くっそつまんなって思いながら、あの歴史をやって、歴史が分かりました。何も分からない気がするんだから何も分からない気がするんだ。歴史をやって、歴史が詳しくなりました。重い人物あれだったら演劇とかだったらみたいな、あ、舞台とかのやつだったら頭に入るじゃん。そうね、まあ、まあ俺はちょっとあの有名なところでいくと、ライオンキング、ライオンキングのさ、あのアラビアナそれアラジンでしょアラジンのアラビアンだって思いっきり言ってんじゃん、ね、アラビアンナイツこれさ、あのほらさ、今ちょっと見てたやつで思い出した、ぶん投げるやつ、ぶん投げるな、あれ好き、あれはひどい、あれツイッターで昔に書いた瞬間マジであの投げ飛ばすね、投げ飛ばすんだよ子供のラインを、はぁそう結構な振りかぶって投げるからね。ライオンキングの舞台のやつ俺本当に苦手だったんだよ。バーって持ち上げた時にうわーって言って一瞬で寝ちゃったの。早いよ、起きた頃には大きくなってうおーって叫んでたからこれ手がかかってる急にっていうぐらいね、興味がなかったんだよな、あの時は。だってさ、興味ないのにさ、なんかなんだろうな、動物園行かせたり、美術館行かせたり、博物館行かされた時もあるけど、一個も興味なくてぼーっと見てただけだと、ディズニーランドで
ディズニーランドであと10時間以上レストランにいたんだから俺。何してたんだよ。ひめんがつまんねえと思いながら。乗れよなんか。だから俺さ、遊園地が嫌いなんだよ、アトラクションが。あー、ホラー好きでもお化け屋敷苦手な人だからさ、画面で見るのと実体験するのは別だからね。そう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 、何か自分に利益があるんだったらやるけどさ、結局なんか疲れるだけで済むんだったら、まあそれそれに、みんなで楽しくこういるんだったらいいんだけど、みんなその俺の組のは全員もういいんじゃね、別に何もしなくたっていいよってぐらいだったからね。でもこのメンバーで言ったらバカ楽しいと思うけど。そう、もう暴れるけど。だからあれかな、高校の時に北海道行ったぐらいが一番楽しかったかもしれないな。ここで北海道行ったらでかいよね。楽しかった。普通にさ、だってあのなんだろう、学校行事で飛行機乗るとか基本ないじゃん。ないね。なんか結局近場になっちゃってバスとかになっちゃうんだけど、珍しく北海道。でもその日あれだったな、その北海道の前に北海道行ってるから年に2回行ったんだよね。何が楽しいかって言われたら、まあそうだな、楽しかったら楽しかったな。まあ、楽しいは楽しいだろうね、とりあえずは。でも北海道って逃げ場ないよね。逃げ場ないよ、帰れないから。もう終了のお知らせだよ。逃げ場、あー、何かあった時のってこと。嫌になって帰りたくても帰れない。なんて言ったってチケットがないから、ね、そういうことで。チケットは先生の懐にあるから、ね、頑張れ、泳いで帰れよ。泳げよ。もう普通の船だって何十時間もかかるのに。一回船で行ってみたいな、北海道。昔に行ったことあるんだけど覚えてないね。ね、なんかカップヌードルだと高いイメージ。結構きつくない？東京からさ、北海道のさ、あれチケットするんだ。結構高い。14時間かかるやつ。そんなにかかんないでしょ。でもそんなかかんない。かかるじゃない。いや、今ならかかんないんじゃない。もう今ならそっか。格安に、格安できるって。150人乗っけてモーターボートで。いやいや絶対途中で燃料足りなくなるだろう。みんなあれだよ、あのカブに乗っていくね。あ、でも1万円で行けんじゃん。マジそんなせん。片道1万円で行ける、車両がない場合、フェリー A 期間片道、ウェブ割引で 5% 9800円。安いね。往復で 18,620円、飛行機だと 46,520円、中に 27,900 円分お得だよ。うーん、パシフィックストーリー、大人片道ツーリスト利用9000円から2万円。なかなかの振り幅が。そうなんだね。個室とかあるからな、うん、いいよか。いいね。何時間かかりますか。あ、お、カコさん間違ってなかった。そうだね、18時間から20時間かかるわ。もう増えた。増えた。すいません、12時間前後かなとか思ったら増えた。4時間6時間ぐらい増えた。パーリーナウトってところで。まあでもそんぐらいだよ。まあかかるよね。そういえばね、まあ私もともとはゲームの話をしようとしたのに、気づいたらなんかいろいろと変わってしまった。ゲームから高校の話になって、北海道に行って交通行手段になる。あるあるだよね。あるあるですよ。そう、話っつうのは変わってなんぼだから、時の流れのままになるの。そういうことなんだ。本当にポンポンポン変わるからね。ということで、まあいろいろとね、実況を撮ってきておりますが、うん、11月のラインナップを見てみよう。お、何投稿されるんだっけ。11月のラインナップはこちら。行かれたやつらを紹介するぜ。まずね、行かれたやつらから話すとね、まず11月はですね、うん、月曜日は、セブンデイズ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 です。セブンデイズの日、月曜日。セブンデイズ、第3月曜日まではセブンデイズのバニラ状態なんですが、27からアジアモッドというものに変わります。アジアモッド、日本とか中国とかの、まあ、ほぼ三国志に近いレベルの、大型モッドでいろいろとちょっと変わっててね、システムが。正直バニラより激ムズだった。まだまだ続けておりますというところと、11月がですね、初めの7日がもうあれだね、これが投稿してる時には終わってるけど、夜回りが終了します。新夜回り最終回11月の7日。
もう何人にトラウマを追いつけたことか。やってる人の方が一番怖いからね。一応終わってるから話は進めても大丈夫だね。正直あのゲームは見た目がアーなのに怖さが、そう、見た目怖くないんだよ。やばいよ、ね、演出がすごい、なんか本当にジャパニーズホーラーだなと思う。いや、あれは確かに日本一だわ。日本一相当や。とりあえずその夜回りに関しては、うん、あのメンバーシップの方でも未公開シーンとしていろいろと投稿します。あ、あれか、あのクリアした後のやつ、そう、とかね。あとはもうなんか長すぎてさすがに全部使うには長すぎるから、カットしたやつを丸々ノーカットであげたり、その部分だけ。すごいな。あの図書館みたいなところから行くまでの時間が長すぎたんだよ。あそこはね、あのやっぱ最初にマップが全部分かってないからしんどい。そう、あれが原因っていうのは、マジ通れないだろうと思ったところが通れるの。通れるんかい、おい。まあっていうことでね、なんかは、で14日、うつろまゆというゲームの体験版を投稿します。うつろまゆ。日本のホラーゲーム、結構面白かった。面白いよ。販売がね、12月の7日だから、それが販売されたら買おうかなと思って次第だね。12月の7日。はあ、あとね、うむ、で、次はね、水曜日。はね、うん、10月の初めかな、10月の最後の25日からなんだけど、デッドライジング2が投稿される。あ、ほう、そこからか。そう、やっと半郷さんと2人でやったデッドライジング2が12月の6、あ、そうね、くらいまで投稿され続けますといったところでございますな。いつのやつだろうね。今年の初めぐらいだよね。結構長いんだよね。で、木曜日は、生放送でやったファズモフォビア、俺の画面のやつが、うん、今年いっぱい。今年いっぱい。ずっと。で、金曜日は箱さんと一緒にやったファークライが、まだ続きます。そう、そう。ファークライやべ、めっちゃ続くじゃん。かなり長かったよね。3月の15日まで続く。超続くね。めちゃめちゃ長えな、この音。で、土曜日は相変わらずのドラゴンクエスト。ドラゴンクエスト長いよ。マイクラ、マイクラマット。まだまだ続くぞ。今のところ1月の頭まではね、あの投稿されてる。まだね、あのクリアしないから。そう、全然クリアしないから。長いね。長いよ。長いね。でね、次がね、長いよ。次がね、これがね、遊びって書いてあるの。遊び大全。遊び大全のなんか1話だけ。あの、もう去年ぐらいに撮ったやつをペッてあげる。でもね、だいぶ、結構前じゃねえとか今思った。すっごい前のやつ、もう覚えてないよ。で、その後はハークさんとやったエスケープ。あー、ダイスゲーム。そう、エスケープシュミレーター。エスケープフロムタラコフ。おっと銃を撃たな。話が変わってくるな。じゃあ、簡単に言えばタノの脱出ゲームですな。脱出ゲーム、マルチでできる脱出ゲーム。そう、2人でやりました。うん、ちげえっつってね。PVE だ。4月、 PVE でもね、来年の4月ぐらいまで続く、うん、で、その後ハコさんがやったダーケストダンジョンが8月の終わりぐらいまで続く。まだ終わってないし。そう、金曜日に関しては、あ、金曜日じゃない、日曜日に関してはもう来年の8月まであるから投稿されてる。という形で順調に、気づけば毎日投稿になってます。編集お疲れ様です。あの、する気はないんだけど投稿する場所がないから。とりあえず適当に決まり、どんどん埋めてたら、気づいたらパンパンになった。大変なことになってる。編集が楽しいんで結局やってますっていう感じでございます。まあ、あの、撮ってるけどまだ編集をしていない実況もあるからね。それがあの、ハコさん一人でやったやつとかもあるし、俺もね、あの、2日前に一人実況がちょっと終わりましてですね。その実況がですね、まあ、君たちは知らんだろう、フィアーというゲームを。名前はだけは。名前だけはな。だろ、ね、Xbox とかプレセスリーバーに出てたフィアーというゲームが、ね、それのね、まあ、フィアー2 Project Origin っていうゲームがあるんだけど、ホラーゲーだよね。ホラーゲー、名作の、もう名作。あの、前、コンデムのってやったじゃん。
ああ、ね、警官がさ物理で殴ってさどんどん異常者を殴っていくゲーム。ひどいな言ってることは正しいんだけどなんかそこだけ聞くと嫌だ。あのそれの、まあ、エンジンを使ってるというか、まあ、セガが作ったゲームなんだけど、それをね、まあ、ちょっと近い感じでそれをちょっと似たような感じで、うん、それを銃を使ったり、まあ、簡単に言うとねスローモーっていう能力があるのが一番そのゲームの中で、そうね、うん、あれだね、まあ、目なんだろうな見どころというか、そのそいつの能力がスローも名の通りにあのその空間全部がスローになるの、その状態で敵をバーって撃てるという能力が便利だね。そのまあ簡単に言うとも結構お化けとの戦いでもあって人との戦いでもあるってレプリカ兵ってやつが出てますお化けの戦いかっこ物理なのひどいなこれがね結構難しいんだあのゲームは。いやー難しいだろうな。完全にホラーゲームが好きでそういうのもそのアクション性が得意でアクション性ができるような人じゃないと結構きついゲーム、うん、ずーっと毎回こうなんだろうね、山があってなんかちょっと話があって山じゃなくて基本的にずっと山だらけなの。アクシデント続き。そうだから疲れるのね。しんどいね。仕事前にやってすげえ疲れる。なんで仕事前にやっとんねんお前。終わらせないとなーと思って。やり始めたら止まらねえ。そうで、まあ、止まるんじゃねえ。止まるんじゃねえぞプレイ。それがね14話ぐらいまであるからそれを編集して面白くないっていうのと、うん、まだ実況が終わってないやつもいっぱいあるし、うん、編集し続けてるわけでございますと、うんね、そうでもねちょっとねやってるゲームがやっぱね似たり寄ったりっていうのがちょっと多いから、うん、最近、一人称視点のホラーゲームがあったり、うん、デッドライジングに関しては三人称、三人称で今俺たちがやってるやつが上から目線のゲームが、うん、のやつがあるんだ、うん、まあターン制のゲームだから結構また別の感じのゲームなんだけど、うん、ここで一本ねマジドット絵のゲームを入れたい。なるほどね。なんだろうね、そのジャンルで言うとゲームシステムのジャンル替えがしたいというか、一人称三人称を上から見るやつとドット絵っていうこのこれ結構違うじゃん全部。視点まあそうね、視点が全然違うからね。そうそうそう。だからね結構いいかなと思ってるんだよね。昔のやつやってもいいし、今新しいやつもやってもいいかなっていう、っていう感じかな。そうね、ドット。最近ドット系のゲームをさ、あんま実況とか見なくなっちゃってるから、なんかいいのあるか分かってないんだよ。そうだね。ただね、まあ相変わらずの名作だらけというか。ね。だってまあ、ねえ、それだらけだから。よかったかな。まあ、やれるものがあればやっときたいなっていう感じで、編集をねちょっと終わらしてから今パソコンの容量が1テラぐらい余ってるからね。僕はすりゃもっともうすぐなんかうまいそう。テラってなんだろう。セブンデイズとマイクラの編集を終わらして、うん、セブンデイズもマイクラも2つの画面使うから容量パンパンなんだすぐ。ああそうね。ここにこう見てセブンデイズとかでもさ結構やってて思うけど、ほらあんまりいらない部分多いじゃん。まあね、いらない部分が多い。出して、ここ使って、だから結局3、4時間やったゲームが10何分になるのよ。ああ。マイクラもそうだよ。そうだね。裏で作業してるようなことを全部丸々やろうとしたら大変だから、ギュッとして結局20分ないぐらいにできちゃう。でもそれぐらい端折らないと一本にできないんだよ。マイクラ系だとでも特にそうじゃない。だってなんか何風にしても打足感が半端なくなるから、これを作りバスでなんか一から全部移してたら大変だから、まあ材料は集めるときとかも全部カットしちゃうし。そうなんだよ。まあそうじゃないとね、しんどいからね見てる方もきつくなっちゃうからね。まあそうだと思いました。あ、20分戻ってた。おっと、一旦ストッピング今回はここまでにしたいと思います。また来週。はい、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 はい。